と房のぶどう。N さんは友人3人と有名な幽霊スポットである池へ出かけた。水面に女性の霊が浮くという噂だ。夜中にここに車でやってきた N さんたちは、ずいぶん長くその池を見ていたが、何も起こらなかったので、もう帰ろうかと、車を止めている場所へ向かった。N さんは最後を歩いていたが、後ろからもう一人が歩いてくる足音が聞こえる。前には確か3人がいる。とすれば、この足音は何だ？と、恐る恐る後ろを振り返るが、誰もいようはずがない。気のせいか、と心を落ち着けて歩くが、やはりペタペタペタという足音がついてくる。まるでアスファルトを裸足で歩いているような音だ。まさか幽霊がついてきてるなんてことあるわけないよな。 N さんは盛んに自分に聞かせるが、そう思えば思うほど足音もこちらへ近づき、はあはあという何者かの息遣いまでもが聞こえてくる。車が見えてきた。N さんは車に乗り込みながら、さっと後ろを振り向いた。その途端、怪しい気配が消えてなくなった。ああ、やれやれ、と N さんはほっとしたという。友達に送ってもらって、N さんが家に帰ったのは3時近くになっていた。床に着くと N さんはすぐに熟睡したのである。明け方近く、突然吐き気に襲われて目が覚めた。なんとなく辺りを見回す。薄明かりがカーテン越しに漏れているが、嫌に空気が重い。それはじとっと冷たく、しけっているというよりはなんだか朝霧の中で寝ているという感覚である。ふと壁を見るとN さんは息を呑んだ。N さんは布団を頭までかぶると朝まで震えていたという。だが空が白んできたと同時に、その重い雰囲気や怪しい影もなくなった。 N さんはいつもの通り仕事に出かけた。次の日の真夜中、またあの重くじとっとした居心地悪い空気に起こされた。昨日と同じだ。まだ寝ぼけている頭の中でそれを感じた。
この時ふっと N さんは部屋の窓に妙なものを見た。なんだこりゃと体を起こしてその妙なシルエットを凝視した。ああ、ブドウがあるのかと思った。その影が大きな一房のブドウに見えた。ブドウが宙にぽっかり浮いているのだ。なんでブドウが浮いてるんだ。N さんが気がついたら朝であった。あのブドウの房がとても夢だったとは思えない。布団の上に倒れるように寝ていたので、おそらく気を失ったのは事実である。家に帰れなくて 2,3 日友人宅に泊めてもらった。その友人が、これはよく聞くぞ、とお札をくれたので、それを持って帰って部屋に貼る。と、すっと重い気配は消えたのだという。でもまだ、僕その部屋に住んでるんです、と N さんは言う。中学の同級生。K さんは高校生になって自転車通学をしていた。ある日下校の途中で中学時代に同級生だった M 君と久々に会った。たえもない挨拶をしていると M 君は急に笑顔を曇らせた。実はさ、ずっと前からお前に相談したいことがあったんだけど、今まで言えなかったことがあるんだ。笑わないで聞いてくれ。俺んとこお化けが出るんだ。だけどそれ本当のお化けなのか精神的夢みたいな勘違いなのか俺だけだったらわからないんだ。だからお前に来てもらって判断してほしいと思ってさ。精神的なものだったらそう言ってくれたら安心するし、本物だったらどうしたらいいか考えないとな、ととんでもない話を打ち明けられた。実のところ M 君とは同級生ではあったが、そんなに親しくはなかった。それどころかまともに話をしたこともない。けれども家にお化けが出る、本当かなと興味は湧いた。そんなことは雑誌やテレビの世界だけだと思っていた。よし行くよと返事をした。土曜日の夕方、 M 君の家に行った。郊外にある一戸建て。ご両親に温かく迎えられ、お母さんのすごく手の込んだ夕食をごちそうになった。
お風呂にも入れてもらった。両親から別にその幽霊だかお化けに関する話は出なかったし、この明るい家族のいる家にそんな深刻なものが出るような気がしない。心の中では遊びに来てほしかっただけで、別にそんなものはいないと思った。それじゃあそろそろ俺の部屋へ行こうか。M 君に促されて2階へ上がった。3部屋ある。その一つが M 君の部屋だという。しかし M 君は、俺の部屋ものすごく散らかってるからこっちの部屋で寝てるんだ。今夜はここで一緒に寝よ、と部屋に入った。襖を開けると、きれいな和室の床の間。ご両親が敷いていてくれたらしく、二つの布団が並べてある。廊下に近い布団に M 君が、床の間に近い布団に K さんが入った。しばらく話をしていたが、M 君は相変わらずポツポツとしか話さないし、それほど親しくもないので話題もなかった。すぐにもう寝ようということになった。K さんが電気を消そうとした時だった。いや、電気は消さないでくれ。と M 君は止める。それで仕方なく電気をこうこうとつけたまま寝た。明るすぎて眠れない。やっと K さんがまどろみかけた時だ。ふとある気配に全身鳥肌が立った。直感が目を開けるな、それを見るなという。すぐ横に人がいるのがはっきりわかる。それも二人。一瞬 M のご両親かと思った。だがおかしい。それなら廊下の襖が開くはずだ。この人の気配はいきなりそこに降ったように来た。その時だ。出た出た出た、怯えて震えた M の声。何度も繰り返している。その声を聞いたかのように紙やすりで畳をするような足音が二つしだした。気配だけじゃない、いる人がいる。やっぱり二人歩いてる。変なすり音が K さんの布団の周りをゆっくり歩いている。掛け布団をそっと頭まで引っ張ると、その中でガタガタと震え出した。足音はK さんの布団の周りを一周して M の布団の方に向いたのが分かった。出た出た出た、 M の言葉が変わった。来た来た来た。それを聞いてハッとした。こいつは俺みたいに気配じゃなくて最初に出た時から見てたんだ。何を見てるんだろうか。この時少しだけ好奇心が湧いた。頭までかぶった布団の横に隙間を開けてゆっくり目を開けてみた。
高校とした蛍光灯の明かりの中を歩く。大人の足が四つ。はっきり見える。その足が白っぽい。というより、軽石みたいな灰色だ。それよりこれ、皮膚なのか、人間の。信じられない気持ちが、思わず布団の隙間を少し広げた。思わず叫びそうになった。こいつら、体が割れている。M の救いの叫びが延々と部屋中に響く。 K さんは歩き回る二人に気づかれないようにそっと布団の隙間を閉じ、目をつむってただブルブル震えた。すまん M、 すまん、すまん、許してくれ。俺には何もできない。すまん M、 許してくれ。頼む、頼む、すまん、頼む、ケイ助けて、助けて、助け。 M の声が突然大絶叫に変わった。あ、しんと急に静まり返った。同時に音も気配もどこかへ行った。バッと掛け布団を払いのけて M を見た。 M? M? おい M! 仰向けに寝ている M の目は天井の一点を見つめたまま、瞬き一つしない。そして口はあわあわあわと閉じたり開いたりするだけで声も発しない。大変なことになった。K さんはやっと我に返った。おじさん、おばさん、来てください。どうした？とすぐにご両親が入ってきた。お母さんは M を抱えてオロオロしている。お父さんの方に事情を話した。 K 君、すぐタクシー呼んであげる。今夜はもう帰りなさい。母さん、おい、いいから救急車だ。急げ、早く。その夜、そのままタクシーで帰った。車の中で気がついた。自分が大声を出した時、向かいの部屋から M のお父さんお母さんはすぐにやってきたのに、なんでその前から M もそれに負けないほどの大声で助けてくれを連発して、最後は絶叫したのに、なんで入ってこなかったんだろう。聞こえなかったのだろうか。その夜以来、M がどうなったのかはわからない。置人形。R さんが高校2年の夏に一戸建てに引っ越した。彼の部屋は2階になった。ある夜、
トイレに行った。部屋のすぐそばにトイレがある。真っ暗な廊下に出ると、前から何かが飛んできて、ポンと肩に当たった。拾ってみると、人形の靴だった。廊下の出窓のその上に、誰が置いたのか、80センチほどのフランス人形が、両足を揃えて座っている。その人形の靴である。寝ぼけていたRさんは、それを人形に履かせると、そのままトイレに入った。用を足しながら、ゆっくりと目が覚めてきた。どうして人形の靴が飛んできたんだろう。と思うと、怖くなってトイレから出られなくなった。怖かったが、20分も入っていると決心がついた。Rさんはトイレから出ると、そのまま人形を見ずに、前だけを見て部屋に戻った。戸を閉めながら、つい手を止めて出窓の方を見た。人形の目が緑色に光っている。それがパチパチと瞬きをしている。Rさんは慌てて戸を閉めてテレビのスイッチをつけた。翌日になるとどこへ移したのかその人形はなくなっていた。見えた人、見えなかった人。友人のお母さんがこんな体験をしたという。勤め先からの帰り、いつものように乗る電車。その最後尾の車両に彼女が乗っていた。電車がトンネルに入った時のことだ。衝撃音がした。彼女は反射的にその方向を見た。これを見ているのは私だけかしら。と思って周りを見ると、一部の乗客が怖がって騒ぎ出した。また車掌室のあたりを見て、あっと驚いて車両を変える人も出てきた。その時彼女は、あ、これが見えているのは私だけじゃないんだ、と思ったという。しかしどうも車掌にはそれが見えないらしく、それが自分のすぐ背後に張り付いているのに、なんだかキョトンとしている。車掌は自分の方を見て乗客が騒いでいるのに気がつき、辺りを見回す。
またさっきと同じ衝撃が電車に響いた。乗客たちはわーっと悲鳴を上げ出した。がその一方で、車掌室の方向を見ながら、車掌同様キョトンとしている人も大勢いる。電車がトンネルを抜けた途端、窓に張り付いていた2体の女は跡形もなく消えたという。電柱の上にいるもの。その日は雨模様でぐずぐずした天気であった。遊びに来ていた友人たちを車で近くの駅まで送っていくことになって、近道をしようとガソリンスタンドの脇の道に入った時である。前方の電柱のてっぺんに白くもやもやとしたものが光って見えた。おい、変なものが見えないか？近づいて行くと、電柱のてっぺんに白い髪を乱した老婆が雨と風に打たれてゆらゆらと揺れながら立っている。なんだあれ。彼らの車は電柱の脇を通過した。その瞬間、どうした？老婆だ。そのあまりの形相に全員悲鳴を上げて車は急停止した。全員が再び車の後ろを見た時には、老婆はいなくなっていた。